都道府県別主要駅の大きさランキング第47位沖縄県首里駅1000平方メートル、第46位高知県高知駅4300平方メートル、第45位宮崎県宮崎駅6400平方メートル、そして第44位島根県松江駅8200平方メートル、第43位愛媛県松山駅1600平方メートル。さあ43位で1万平方メートルを超えてきました。第42位徳島県徳島駅11900平方メートル、そして来ました第41位三重県近鉄四日市12400平方メートル。 JR の四日市駅より全然大きいです。第40位鳥取県米子駅12700平方メートル。ちなみに今回のランキングでは各都道府県で一番大きな駅をピックアップしてます。第39位福井県福井駅12800平方メートル、そして第37位長崎県長崎駅13000平方メートル、第37位和歌山県和歌山駅15500平方メートル、第36位山梨県甲府駅15800平方メートル、そして第35位奈良県王子駅16100平方メートル。奈良駅より全然大きいです。第34位佐賀県鳥栖駅17100平方メートル、第33位大分県大分駅17300平方メートル、第32位岐阜県岐阜駅18200平方メートル、第31位香川県高松駅18600平方メートル。四国で一番乗降客数の多い高松駅が31位でございました。第29位茨城県水戸駅22400平方メートル、そして第28位熊本県熊本駅23100平方メートル、第27位秋田県秋田駅23500平方メートル、そして第26位鹿児島県鹿児島中央駅26500平方メートル。観覧車立ってて可愛いですよ。第25位青森県八戸駅28300平方メートル、青森駅よりも大きいでございます。そして第24位長野県長野駅28500平方メートル。ということで第24位まで紹介してきました。果たして上位の駅はどこになるんでしょうか。コメント欄で予想してみてください。ご視聴最後までありがとうございました。